また東大、上級マセダの、片桐先生に来ていただきます。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、本日は第3回のオープン MP の基礎という題目で、話そうと思います。でですね、まあ、今回3回目なんですが、おそらく今回の内容が初めて並列化をされる方が一番参考になるというか、まずやってみる並列化のやり方、プログラミングの方法になっていて、OpenMP というものを使って、まあ、主に共有メモリ型の並列計算機で、プログラムを並列化していくというときに使う方法について、話します。で、OpenMP についてはですね、まあ、いろいろ講習会があったり本が、まあ、出てますので、まあ、独自で勉強される方はそういう本を見ればいいんですが、まあ、私の経験でいうと、実はその本とか講習会だけの資料を見ただけでは、間違うプログラミングをしてしまう事例がいっぱいありまして、まあ、そこの注意点等を中心にここでは話そうと思っています。で、あとまあ教科書をこの授業に関係するものは、まあ、今出版用意中なんですけども、ここに書いてあるあの、まあ、並列プログラム入門が5月25日に出る予定なんですが、ここでこの本の中身は今から話すようなことの説明と、あとサンプルプログラム等もはい、ある形になっているので、もしさらに勉強してみたいという方はこの本を、まだ、出てませんけどご参考ください。これは、特に Windows の PC で仕組み入れて、自分でプログラミングできるような、資料になっていますので、特にスパコンが必要ない状況で、演習できますので、でかつサンプルプログラムもありますので、まあ、ひょっとするとこれが、まあ、一番最初に、実習とするにはいい本だったかもしれません。当然スパコンの上でもこういう話っていうのは、使えることになっています。で、まあ、OpenMP を、まあ、1コマで、まあ、話すということなんですが、まず概要なんですけども、まあ、OpenMP は先ほど言いましたように、共有メモリ計算機のためのプログラム言語ですね。だから1個こういう、まあ、大きなメモリがあって、CPU が、まあ、ついていると。で、そこの上に、まあ、OpenMP スレッドで、まあ、協調して並列処理をしていくと。で、まあ、こういうことをやるときに一番重要なことは、まあ、計算も同時にこうやるんですけども、まあ、配列、共通の配列っていうのも操作したり、まあ、読み込んだり書き込んだりするんですけども、協調的にやらないとですね、まあ、結果が、まあ、食い違ってしまう。結果が食い違うっていうのは、逐次で動かした場合と、並列で動かした場合とでは、結果が異なってしまって、まあ、正しく計算できないということになりますので、まあ、一番注意するところは並列化してはいけないプログラムやり方かどうかを、判断できるようになることというのが、こういうプログラミングスタイルでは重要になります。で、それはどうやってやるのかというと、まあ、それぞれの計算ですね、ループに当たるんですけども、それの中にあえて式の、因果関係ですね、定義と参照といいますけども、そういうのを壊さないように並列化を指示していくということが重要になりますので、具体的な例でこれらを、まあ、掴んでいただいて並列化をするということが重要になります。で、まずそもそもですね、OpenMP とは何かなんですが、ここに書いてありますように、まあ、共有メモリ型並列計算機用の、プログラムに並列化をするための、まあ、指示文とライブラリと環境変数を、規格化したものです。まあ、OpenMP 自体は規格ですね。で、それを、まあ、実際、まあ、コードを生成するために OpenMP を解釈するコンパイラーとかがあって、コンパイラーを通して、生成された、まあ、実行可能コードを動かしてもらうと、まあ、並列化できるというものです。ちょっと注意はですね、これ OpenMP を解釈するコンパイラーは自動並列化コンパイラーだと勘違いしている方が結構いるんですが、そうではありません。これはユーザーが与える並列化の指示通りに並列化するというもので、仮にユーザーが誤った並列化をすると、してはいけない並列化をしてしまうというものですので注意してください。なのでコンパイラー側はユーザーが間違って並列化すると何か、まあ、警告を発して、並列化を止めるということはしないので、注意してください。すべての責任はユーザーにあるという、ものになっています。ですので、並列化の原理のわからない人は使えないんですね。使えるんですけど、結果的に動かないプログラムになってしまうので、使えないということになるので注意してください。で、特徴はですね、MPI って前回やりましたけども、まあ、それなりに、並列化するためには式が
高いと。いろいろコードを書き直したりする手間が出てくるんですが、NVIDIA に比べて、あまりコードを書き直す手間がないという意味で実装が簡単というのが特徴になっていて、それが故に、最初に並列化するときに使う、ものであるということになります。で、特にですね、スレッド並列化を行うための、プログラミングモデルと言いまして、近年いっぱいマルチコア、いっぱい CPU が入った計算機が出てきてるんですけども、それに適合していると。で、あと、これを使えば、どんな並列計算機でも速くなるか、OpenMP を使うと、どんな計算機でも速くなるかっていうと、実はそうではなくて、今の経験的な性能ですね、これ私の経験的な性能でいうと、8スレッド以下の実行に向くという感じですね。なので、これを使えば、例えば100並列までいくかっていうと、原理的には、原理的っていうか動くには動くんですけど、性能が本当に100倍になるかっていうと、それはかなり難しいというのが現状です。で、これはなんでかっていうと、実は走りスレッドを超えてくるとですね、メインメモリーと、各スレッドに当たる処理の間で、いろいろデータのやり取りをするんですが、そのハードウェア的な転送能力が、近年、そんなに高くなくなっているわけで、なおかつ並列数が増えているので、スレッド数が増えれば増えるほどメモリに対するプレッシャーが多くなって、十分性能が出ないということが、よく起こります。ですので、あまり高いスレッド実行すると性能が出なくなってくるプログラムというのが、多いというのが一つなのと、そもそもあと並列性がない構造になっているものはダメなわけで、この並列性がある書き方をするというのも実は重要なところなんですが、これはあまり考慮されていないと、そもそも出ないと、並列性が出ないというところが原因になっていると思われるケースがあります。後から徐々にこの辺の話は分かります。で、あと注意はですね、ノード間の並列、分散メモリ上の並列はオープン、並列化は OpenMP ではできないので注意してください。なので、ノード間を、またぐような並列は、MPI を用いるしか、ではないわけですね。で、これを、そのノード間をまたぐような並列を、してくれる自動並列化コンパイラーって、ないかっていうといろいろあるんですが、現状ではあまり普及してないので、使えないと思った方がよくて、とはいっても、HPF っていうハイパフォーマンスフォートランっていうので、従ってユーザーが、データ分散を指定すると自動に、やってもらうとか、あと、今理研で開発している、スケーラブル MP というものを使えば、あと K コンピューターにも今最近入っていると思いますけど、これを使うと一応ノード間の並列っていうコードが出てきます。ただし、全ての環境で、実装されているわけではないので、まだ、自動でやってくれるという状況ではない、というのを、注意しています。で、典型的なスレッド数ですね、 OpenMP を使って動かす並列数ってどれぐらいあるかというと、今だいたい1ノードあたり16スレッドで動くものが普通にあるようになってきた。例えばFX10 スパコンは1ノードあたり16ですから、16スレッドまでは OpenMP で並列化するということができます。で、今使われるのは FX100 とかですね、そうなってくると32スレッドまでは普通に動きますし、あと、日立の SR16000 というパワー7ベースのものだと、1ノードだと32物理コアで、SMT という技術を使うと、1コアあたりに、複数倍ですね、この物理コアの複数倍のスレッドが動きますから、大体128スレッドまでは動く環境というのはスパコンによってはあります。で、さらにインテルの G4-5 というミニコアの CPU を使うと、60の物理コアがあるので60スレッドまで動いて、さらにハイパースレッディングを用いると、それの4倍までなので、1ノードだったら240スレッドでも動く環境というのが今ある手元にあるわけですね。なので、数年前までは100スレッドを超えた OpenMP 実行の時代が来ると言っていますけども、すでに来ていますね。なので皆さんはもう100並列ぐらいまで OpenMP で動かせる状況にはなっています。ただ問題は性能が出るかっていうとかなり厳しい。要は100倍も今のプログラムが速くなる状況にはないということになりますので、そこは注意して使う必要があるというのがここでの話です。で、プログラムの書き方なんですが、OpenMP っていうのは並列化の指定をコメントで書くということをしますので、その書き方が決まってるんですけど、C とフォートランで若干コメントの形式が違う
だけで、記述は一緒のことを書けばいい。で、C の場合は、シャーププラグマ OMP で始まるコメント行が、OpenMP の指示を与える、行になっているのと、フォートランでは、この書いたよ、びっくりだらの OMP で書けば、これは OpenMP の指示行になるというふうになっています。なので、これコメントですから、OpenMP のコンパイラーに通さなければ単に逐次のプログラムになって、OpenMP を解釈するコンパイラーに通すと、これは並列プログラムになるということで、逐次の実行を阻害しない形になっているので、こういうコメント行で指定するというのは、よくある、コンパイラーに対する指示のやり方になります。であと、実際コンパイルの仕方はどうするのかというと、これは使うべきコンパイラーによって、違うんですけども、例えば富士通の、社の、コンパイラーとこの FRT というのがあるんですけど、ここに、OpenMP と書くと、これは OpenMP を解釈する、コンパイルをするということになりますから、この指示のオプションだけ、を変えれば、コンパイルできるということになります。でここで注意は、OpenMP の指示がないループってどうなるかというと、これは何もしないので、逐次実行になりますから注意してください。あくまで並列化をするためには自分で指示を書かないといけないということになりますので、当然並列化されていないところは、コア数を増やしたって、スレッド数を増やしても速くならないのが当然なので注意してください。で、これでちょっとめんどくさいな、すごいコードがあってめんどくさいなっていう場合は、実は自動並列化と組み合わせると、性能に影響するところだけは効率よく自分で OpenMP を書いておいて、あとは自動にコンパイラーがあるスレッド並列化と組み合わせることができる環境もあります。ただしこれコンパイラー次第で、コンパイラーによってはこういう併用ができないコンパイラーというのも過去あったので注意してください。で例えば富士通さんのコンパイラーだと、そのパラレルというのが自動並列化の指定で、さらに OpenMP って付け足すと、OpenMP が書いてあるところは、OpenMP に従って並列化して、それ以外とか自動並列化でスレッド並列化をするという実行ができるんで、こういう実行ができるかというのは、自分の、使う環境を見てもらって、指示すると、こういうふうに使えることがあります。であとは、実行なんですが、実行はどうするかというと、コンパイルしたり通ったものを、動かせばいいんですが、プロセスっていうのは、どの段階で指定するのかっていうと、これは環境変数で指定して動かすというのが普通です。でこれ決まっていて、OMP アンダーバーナムスレッズっていう環境変数に動かしたいスレッドの数を入れるわけですね。でこれは任意 のスクリプトで、これはバッシュの例とかですけど、このようにして16スレッドを動かしたい場合は、この変数に16と入れて、テンアウトと動かすと、16並列で動くと。動かし方は非常に簡単です。であとここで注意はですね、これも あまり本とかには書いてないんですが、逐次でコンパイルしたプログラムと OpenMP によって、コンパイルしたものに対して OMP ナムスレッズイコール1にして動くと、逐次で動くだろうと思って、じゃあ速度同じなのかというと、実はかなり違うことが多いから注意してください。理由は OpenMP 化したことによってなんかオーバーヘッドが入っちゃって、 OMP ナムスレッズイコール1ですると非常に遅くなっているケースがあります。で何が言いたいのかというと、こういうので使って台数の評価をする、性能評価をするとですね、非常に非常に台数効果が出る、評価になっていて、平等ではないということになりますかという人。普通こう台数効果を比べるときは、OpenMP で並列化しない逐次の実行に対して OpenMP 化したらどれだけ速くなるかを比べるのが普通ですので、こういう点に注意してください。これほとんど実は考慮されてないかもしれませんね。普通 OpenMP で1にしたものがそもそも遅いと気づいてない場合もあるので、注意してみてください。で結構ショックなのは、数並列3とか4とかでやったものが早いと思っていたら、実は逐次の方が早かったとか、そういうこともないわけではないので、特に2並列とかだと意外に、そういうこともあるので、ここは各自、そんな手間かかることではないので、皆さんちゃんと性能評価の時に比べてみると、差が分かったりします。はい、これ導入ですけど、じゃあ、どういうふうに並列化をするのか、実行モデルを、紹介しますとですね、まず逐次の計算機でこういうふうに並んで、ブロックっていうのは、任意のループとか、式の並びだと思ってもらう、
ておくて、地区でなんかブロック A って部分があって、ブロック B、C とあると。で、ブロック B に、まあ、並列化できる部分があるとすると、並列化するためには、まあ、C 言語の場合、シャープラグマ OMP パラレルと書く。そうすると、このブロック B が並列化されるというのが基本的なモデルになる。なので、ここに書いてあるのは、ブロック A は逐次で行って、ここに、パラレルが書かれているところでスレッドがこう起動して、ブロック B がドンと並列で動いて、この終わりのところでスレッドが集結して、C が、実行されるというモデルになっているので、こういう形ですね。で、書けるというのがまあ基本的な、ヘレセルのスタイルになります。でフォートランでも、まあ書き方がちょっと変わるだけで、まあ、このビックルタラ OMP パラレルと、ビックルタラ OMP エンドパラレルと書けばいいだけで、まあ、やることは、指定することは一緒です。で、このさっきのパラレル CG 文、これはまあ並列化を指定する CG 文だということで、パラレル CG 文と呼ぶとすると、このように、複数のスレッドで実行する場合において、OMP の並列を記載する部分、まあ、処理、これブロック B の部分を、まあ、並列領域と、まあ、呼ぶと。で、この時に並列領域を指定してスレッド間で並列実行する処理を記載する OMP の構文をワークシェアリング構文と言います。なので、大体皆さん、まあ、ワークシェアリング構文を使って、まあ、並列処理を記載すれば大体はいい。でワークシェアリング構文は2つあって、これは並列領域内、まあ、パラレルとか書いた中で、まあ、4とかセクションとかいうのがあるんですけど、こういう記載する形式と、パラレル指示文と組み合わせて1文で書くと、まあ、パラレル4と、あとが出てきますけど、4文のパラレルの指定で1文で書くものと2つ書き方があるということです。でこれもですね、大体最初の簡単なプログラミングする場合はパラレル4とかこの下の組み合わせたもので書くというのが最初の並列化のやり方になります。で、まあ代表的な指示文を見ていきますと、先ほど示した、パラレル4と、もしくはこれフォートランは、だと C の場合はパラレル4ですけど、フォートランの場合はパラレル do というものなんですけども、で書いたら、どうなるか。でこういうループがあったときに、外のこの、まあループを並列化していいよと、まあ、指定する場合は、シャーププログラム、パワーエンピパラレル4とかと。で、そうすると何が起こるかというと、この場合は、まあ、スレッド0番は、このループの、まあ、変数の回し方ですね、0から99までを、実行する4つの、まあ、スレッド数で割った、均等に割った間隔で、並列に回すと。いう並列化がこの一文でできます。なのでスレッド0は0から24まで、でスレッド1は25から49までという形で、回る並列プログラムがこの一文で書けるというのが、まあ、非常に便利なところですね。でこの場合は中に書いてある式は明らかに並列化してもいいので、これ i にしか、ループの4で回すときに、i にしか関係しない分ですから、まあ、この場合は非常に簡単に並列化、これでいいということになります。で何度も言ってますけど、このパラレル4を書いていいかどうかというのは自分で判断するわけですね。で誤って書いてはいけない式の上にこれを書いてしまうと、コンパイラーは何も言わずに並列化して結果が間違うということになりますから、その判断は、並列化していいかどうかの判断はユーザーがするというのが OpenMP の、基本になります。じゃあ、どういう例ができないのかというと、まあまあ、こんな一般にアプリケーションは簡単ではないんですけども、まあ、パッと見ただけでもこれはダメだぞという例がここにあるんですが、これは、まあ、並列処理の言葉でデータ依存がある例ということになるんですけど、まあ、ループの i があって、まあ、この辺、なんていうか、定義する部分があって、これ a をなんか i で定義してるんですけど、その下に a-1 があったりするんです。こういう例はまあ並列化できません。これ見てわかると思いますけど、上で定義するものがあって、1個前の値を、参照し使っているので、ループをこう並列にしてしまうとですね、この i-1 が定義されていないのを参照してしまうところがあるわけですね。なので、これはやってはいけない並列化になります。でこれは結構明らかなんで、まあいいんですけど、ちょっとやらしいのはこれ下のやつで、間接参照がある場合ですね。でこれも一般的には並列化ができないです。で理由があって、その間接参照するデータアクセスパターンが上のようになっていると、まあ、アウトなわけで、でもし、まあ、できる場合だ と、まあ、依存がないような形で、この、
なんていうか、間接参照のインデックスのアクセスが定義されている場合できると。まあ、要はこれだけで判断できないので、まあ、普通はできないわけですね。ただ、ユーザーが確実にこう上のような、アクセスパターンがないっていう場合は、これは並列化しているというふうになります。で、これ、後から出てきますけど、実はユーザーがこれ、分からずにですね、並列化してしまって、たまたま動いてるってケースがよくあるから注意してください。特に粒子法とかがあるんですね。こういうことを、まあ、粒子法とかでやるんですけど、粒子の分布がたまたま、こういう、依存関係がないような分布になっているときは動いてしまうんですが、後からこう粒子がいろいろ密集してきたりすると依存関係が出て、これで、動かなくなると。そういうケースがあると結構厄介です。自分はもう正しい並列化しているつもりが、ある状況では、並列化ができない状況になって、ダメになるということ。なので重要なのは、並列化をちゃんと勉強してもらって、こういうことが並列化ができないって分かった上で OpenMP 書かないと、まあ後から実はデバッグで苦労したり困ることになります。で、まあ、実際そういう例が起きている例ケースをいくつか見てきたので、まあ、まあ、こんな簡単じゃないしでも原理的にはこういうことをやっているということが現状ではあります。で、あとですね、まあこれも比較的使う場合がある構文として挙げているのはセクションズ構文というのがあって、これは並列でできるサブルーチンコールとかがまあいっぱいあると。で、これはまあ並列でしていいよという場合に外側 OMP パラレルセクションズと書いてセクションで挟んだ処理は並列で動くというふうに書くと、これはスレッド数に応じて、まあいいように各スレッドに割り当ててこの並列の中身を実行しておくということができますので、これはこういう処理があれば場合によってはセクションズ構文というものを使ってください。で、あとですね、もう計算の中が絶対ここ並列に実行できないという場合にどうしたらいいか。まあ、典型的な例がここに書いてある足し込みですね。S イコール S プラス X って足し込みは、これ同時にしちゃうとですね、この S の代入の結果また使うっていう部分があって、まあ要は逐次で計算した場合と並列で回した場合では全然答えが違ってしまうので、この足し込み自体は配多制御といって絶対誰どっかのスレッドが入って計算している最中は他のスレッドを入れないという処理が必要になるわけです。で、それをどう書くかっていうと、OpenMP にはクリティカルっていう、指示文があって、まあ、シャープラグの OpenMP クリティカルと書くと、ここに書かれている式はあるスレッドが、入った時には他のスレッドが絶対入らないように、制御する配多制御をしてくれる、処理が書けます。なのでこういう処理が必要な場合は、この OpenMP クリティカルを使うというのも、まあ、覚えておくといいです。で、あとですね、まあここからが結構実際的に重要なところなんですけど、大体はですね、OpenMP パラレル4とかいうところで並列化を指定すればいいんですが、その中で並列実行するときに、各スレッドごとに個別に取られる変数みたいなものが必要なことがあります。必要なことがあるっていうのは、これをやると早い場合があるのと、あとこれをやらないと間違える。答えが間違えるっていう場合があって、間違える方が致命的なんですけど、そういう変数をどう書くかっていうと、プライベートっていうこの補助指示文があって、この中に変数を書くと、各スレッドごとに、個別の、変数が確保されます。まあ、例えばこういうループがあったときに C っていう、この変数を、プライベート変数、各スレッドごとに個別に取られる、値にしたいときに、C と書くと、このような形で、まあ、各スレッドごとに個別に変数が取られると。まあ、こうすると、まあ、早くなる場合もあるし、まあ、後から説明する答えを間違えることを防げるということがあります。で、まあ、その例ですが、ここでまあ出てくるんですけど、二重ループがあった場合に外側にパラレル4を書いたらどうなるかということなんですけども、何がどうなるかっていうと、この二重ループを書いたときのこのループ変数自体の扱いがどうなるかということですね。で、これは先ほど言いましたようにパラレル4を書くと外側のループは i は均等に例えば4並列だと25のループの長さごと割られて回る。なのでこの i っていうのは実はスレッドごとに先ほど言ったプライベートという形で個別に取られる変数になります。
一方ですね、あの OpenMP の使用上ですね、この J のループはどうなるかっていうと、何もこのプライベートを書かない状況だと、J というのは共有変数になって、1個、J という変数が定義されるんですけど、各、まあ、スレッドごとに、同時に読み書きするような変数になります。ですので、このループが逐次に期待したように回らないですね。0から100まで各スレッドに回らないと、これ並列化の意味合い的におかしいんですけども、そう回らなくて J がバラバラの順番で加算されるので、結果が逐次と異なるというふうになってしまいます。で、それだと困るので、この場合はこのループ変数 J 自体がプライベートの変数ですよっていう形で、プライベート J と書かないと結果が正しくなりません。なので、これは絶対、こういうふうに書かないといけない、並列化の指示になるので注意してください。で、これが結構厄介なのは、例えば特定のコンパイラだと、これ、J は勝手にプライベート化してくれるっていうコンパイラがあるんですけど、まあ、インテルコンパイラとかそうなんですけど、他のコンパイラ、まあ、富士通さんのやつもまあ、ある程度やるんですけど、普通は使用上はこれ、勝手にはプライベート化されないんで、スパコに持っていくと急に動かなくなったり、エラーが起こることがあります。なので注意は、こういうふうに困る、各スレッドごとに変数を変が個別に持たないといけない場合は、プライベートと書かないといけないというのを皆さん覚えておいてください。で、何度も言いますと、あるコンパイラでは動いてしまって、それがいいと思っていて、スパコンで動かなくなって、スパコンがおかしいんじゃないかっていう人、いろいろ質問が来るんですけど、それは違って、あなたがおかしいですってことになる。使用上、これは、何も書かないと、変数は、共有変数って言って、各スレッドごとに同時に読み書きができる変数になるというのがデファの標準ですので、注意してください。これはフォートランでも C でも全く一緒な話になります。で、まあ、先ほどみたいな例もあるんですけど、よくある例は、まあ、スレッド間で何か計算をして、最終結果はスレッド間で足し込まないといけないような処理というのはよくあるわけです。MPI でいうところにリダクション演算、集団通信演算みたいな処理です。まあ、特に内積計算とかを、スレッド実行で並列化したい場合は、各スレッドで持っている内積の、まあ、演算した後で、まあ、足し込んで、結果をスレッド間で足し込むということが必要なんですが、まあ、これが、一文でできるリダクション補助指示文というものがあります。でこれもまあ比較的使うので、まあ、見ておく と,、まあこういうような内積計算ですねの時に、まあ外側は並列化できるのが分かっているので、プラグモン MP パラレル4とするんですが、もう各足し込みのところの D ドットっていうのが、これはもう少なくとも、プライベート変数しとかないといけないんですけど、実行が終わったら最後、各プロセス間、スレッド間で、足し込まないといけない。その時に書くのが、リダクションと書いて、プラス D ドットと書くと、この D ドットって変数を、最後、まあ、足し込みなさいという、宣言。で、かつこれは、プライベート宣言も兼ねているものになるので、まあ、こういうふうに書けばいいというのを覚えておくと便利です。で、ここに書く、リダクションの中身の変数は、配列は書けない仕様になっているので、まあ、注意してください。原則、こういう1個の変数をここで書くと。いうのになっています。で、これは、フォートラン C とも、まあ、一緒です、ね。あと、まあ、足し算じゃなくて、あと掛け算とかいろいろあるんですが、まあ、おそらく足し算がよく使うので、まあ、こういう、演算もいろいろあるというのは覚えておくといいです。で、あと、性能のことを言うと、まあ、これでいいんですけども、これは、リダクションをするときっていうのは、まあ、排他的にある意味する、排他的っていうのは、スレッド間で同時に足し込まれないようにするので、やはりこれスレッド数が増えてくると、リダクション演算っていうのは、まあ、性能が悪くなるっていうのは避けられないんですね。で、先ほど言ったように8スレッドを超えていく場合は、ここのリダクションだけでも性能が悪くなる場合なので、注意です。で、その時に、まあ、じゃあどうするのかっていうと、実は逐次に足し込んだ方が早いっていうケースがあるので、まあ、注意すると。で、まあ、どう書くかなんですけども、まあ、これは自分で、まあ、リダクションをするための内積の範囲をこの iStart、iEnd ってところに入れておいて、あとスレッド分だけ、回すループ、これ J ループっていうのを作ってるんですけど、を回して、外を OMP パラレル、まあ、Do と書いて、まあ、プライベート IT と書くと、まあ、外は、スレッド番号で J が決まって、あとはこの範囲内を、
スレッドで回すインデックスが入りますから、ここでは逐次に、逐次じゃなくて、並列、スレッド並列で、内積値の計算ができる。で、結果は D.T っていう配列に押し込まれて、これも、各スレッドごとに、個別に確保された配列に、結果が入ると。で、終わった後で、当然ながら内積値の計算をしないといけないんですが、それはスレッド個数分だけ自分で足し込む。まあ、こうすると実は早くなることがあります。まあ、ただしこれもですね、ハードウェア依存とか問題サイズ依存で、この足し込み自体が、リダクション演算自体がハードウェアで行われるようなものは、実は何もしなくて高回転の方が早いということがありますので、これは環境次第です。まあ、特にスパコンだとこの辺の足し込みってハードウェアの命令があったりするので、こっちが早いことがあるんですが、場合によっては、こういうふうに自分で書くと早い、分けて書くと早いということもあるので、これもチューニングするようなポイントになります。で、これだんだん分かってきたと思いますけど、こういうことをやりだすとだんだん OpenMP のメリットが減っていくわけですね。性能を出すためにどんどんコード数が増えていくんで。なので、実は OpenMP は書きやすいというんだけども、性能を出すためにどんどんコードを書き直すと、どんどんですね、このコーディングのコストが上がっていて、本当に楽なのかと思い出すところになるので注意してください。で、突き詰めるとだんだん MPI に近づいてくることが普通で、最初から MPI で書いてしまった方が敷居が低いんじゃないかというふうにだんだん思い出すので、実はやり込んでいくとこういうことはよく起きます。多分アプリケーションを持っている人はもっといろいろ分かっているということになるので、コンピューターサイエンスで意外に分からないので、ここでちょっと、なんか言っておきます。で、言っていくと、その他よく使う OpenMP の関数なんですが、これは MPI のと同じように、スレッド数、最大スレッド数の使えないと、処理に困ったりするので、その時には OMP ゲットナムスレッドというものを使うと、そのプログラムで、起動されているスレッド数が、取得できます。使い方は Fortran91、こんなような形で、使うことができます。また、あと、自分のスレッド番号の取得は OMP ゲットスレッドナムというのがありますから、これも、こういう形で取得できるんですが、これは0から最大スレッド数引く1の ID が取得できる。これは MPI と同じですね。そういう意味では。ランク、MPI でいうところランクみたいと同じものが取得できます。あと時間計測。これは処理ですね。処理の対象の時間を測りたい場合に、経過時間を測る場合は、OMP ゲットダブルタイムというのがありますから、これを使うと、その経過時間を取得して、チューニング等に使うことができます。大体これぐらいを知っていると、基本的には OpenMP っていうのは使えるんですが、それ以外の構文として、知っておいた方がいいっていうのは、だんだんちょっと複雑になっていくんですけども、シングル構文っていうのがあって、これは外側は OpenMP パラレル4とかで並列化するんですが、あるブロックだけは、これはどうしても逐次で実行しないといけないということが あったりします。その時にどう書くかなんですが、これはこのように OMP シングルと書いて、その対象となる、ブロックを挟むと、これはブロック A というのはパラレル4のように同時にこう、実行されるんですが、ブロック B に関しては、早く終わったスレッドが、1個だけ実行するという処理が書けます。でかつですね、ブロック B が終わると、これは同期処理といって、他のスレッドを待ってから進むという処理が入ります。なので、これは同期が入るということは、それなりにここで待つ処理が入って、性能が悪くなるようになるんですけども、多分依存関係とかあって待たないといけないから、デフォルトでいるようになっているんですけど、こういうような処理がこの式2つで書ける。でちなみにこういう同期を入れたくないという場合は、OMP にはノーウェイトというのがあるので、ノーウェイトって書くとこの同期は取ることができる。で、取れるかどうかはユーザーが決めるんですね。理論上いい場合は書いて取ると早くなります。理論的には。なので、それも自分で決めて書くということができる。で、あと、似たようなもので、スター構文というのがあって、使い方はこのシングル構文と同じなんですが、マスターと書くと、必ずそのマスタースレッドにブロック B が割り当てられる。で、マスタースレッドは基本的にゼロスレッドなんで、ゼロスレッドに、絶対割り当てるという書き方も、できます。で、これも場合によっては、
まあ、ひたすると何もやってないっていうケースがある場合はまあ早いわけですけど、これは場合によって使い分けるという。でかつあのマスター構文は終了後に同期が入らないっていう仕様になっているようなので、まあ、同期を削ることができるという使い方になります。であと、まあ、フラッシュ構文っていうのがあるんですが、まあ、これはちょっと若干概念が分かりにくいかもしれませんけど、このあのまあ、パラレル構文とかで書かれた、演算結果は、実はのメモリーの上に書き戻されている保証はなくて、まあ、場合によってはあの、まあ、レジスター等の上にあるわけですね。そうすると、メモリーに書き戻さないと、他のプロセスが、読み込んだときに正しい結果を得る保証はないと。まあ、そのときにあるタイミングで絶対メモリーに値を書き戻せという、指示する、ものがあります。これはフラッシュ構文というので、フラッシュ構文で書かれた変数をその時点で、メモリに書き込むということができます。まあ、ただしですね、普通にこう、バリアとかクリティカルとかパラレル構文を書くと、出口では絶対フラッシュされますから、まあ、書かなくていいんです。まあ、普通の並列化する場合はこれは書かなくてよくて、まあ、より高度のっていうかより複雑な並列化をする場合はこのフラッシュ構文というのは明示的に結果をメモリに書き戻すということができるようになっています。まあ、ただしこれもむやみに使ってはダメで、当然メモリに書き戻すんで、そればっかりやってると性能悪くなりますので、原則こういうのも使わないというのがいい、あの早い、プログラムでは必要とされるので、これはまあ必要に応じて、こういう状況がもし生じたら、思い出して。で、あとまあ比較的よく使う、処理のパターンとしては、スレッドプライベートの、構文というのがあって、これは何かっていうと、スレッドごとに、まあ、プライベート変数にする。先ほど示したプライベート変数にするってないんですけど、まあ、普通ループが出ちゃうと、そのプライベート変数っていうのは中身が消えてしまうわけですね。まあ、ただし、それを残しておいて、スレッド間で待機アクセスするような、まあ、いわゆるあの待機変数みたいな使い方で、値を残しておくと毎回同じ計算をしなくていいってことがあって便利なことがあります。その時に宣言するのがスレッドプライベート構文ってやつで、例えばこういうような例で、まあ、OMP のスレッドプライベート iStartEnd っていう変数をここでスレッドプライベートで宣言しておいて、OMP パラレルプライベートで、まあ、値をこの待機変数的なものに、まあ、あのスレッドあのプライベートの変数の値をまあ決めておくと。ここではなんかあの各スレッドが割り当てる、ループの開始と終了値みたいなのを、まあ、入れているような形になるんですが、まあ、こういうのはもう、でその後でカーネルの中で、呼び出した中で、参照して、これらアイスタートエンドを引き継いで使いたいという場合はこういうような使い方をすると、待機変数的に、スレッドプライベートされた値が引き継がれるということができます。まあ、でも比較的こういうような使い方はすることがあるので、もし使いたい場合はこのようなスレッドプライベート宣言をして変数で使うということをしてください。で、まあ、ざっくり話しましたが、まあ、このぐらいのことを知っていて、あとは自分で中身、あの並列化する対象が、まあ、並列性があると分かれば、音符で書けるんですけど、あとはまあどちらかというと性能に影響する話として、どのように各ループの仕事を割りあの CPU に割り当てていくのかというのが、あの負荷バランスを軽減するために必要になることがあります。まあ、そこで出てくるのはスケジューリングという方法で、これがあの OpenMP で用意されている、機能として用意されているので説明しますと、まあ特にパラレル Do 文、パラレル法文では対象となる範囲ですね、まあ、例えばループが1から n までこう回るとしたときに、特に何も指定しない場合は、まあ、単純にスレッド数で割った、均等な大きさずつこのループの範囲を割り当てるという話をしました。まあ、5並列の場合は、なんかこういう均等な感覚で5個のループの、範囲を割り当てていくと。で、こういう割り当てをしたときに、まあ、ちょっと困る状況があって、各、スレッド、あのループで回るときに の担当する仕事の量がこのような形で、あのスループが進むにつれてどんどん仕事が大きくなっていく、仕事の量が大きくなっていく場合に、このループの範囲を、均等に割ってしまうだけで並列処理してしまうと、当然スレッド4が一番仕事を持つわけで、
負荷バランスが悪くなるわけですね。でこれ当然ながら並列効率が悪くなるんで、これを何とかしたいというのがここでの問題です。でこれを解決するにはスケジューリングを変えるということをします。でどう変えるのかなんですが、まあ、ここを均等に割るからいけないんであって、例えば長さ1ですね、1、2、3とこう1個ずつ、割り当てる、スレッドを変えていく、まあ、0番、1番、2番、3番、4番で0番というふうに戻るようにすると、最終的には計算負荷が均等になりますから、割り当てする間隔を短くするように変更すればいいということで負荷バランスを、改造することができる。でこれがまあスケジューリングなんですが、まあ、ここで用語としてこの割り当て間隔ですね、ループをどのサイズで割り当てていくのかというのを、言葉がチャンクサイズという言葉があって、チャンクサイズの設定ができるという機能が OpenMP ではあります。でこれが、それでして、まあ、スケジュールって書いた後に、まあ、スタティック N と、まあ、書くんですが、まあ、スタティックっていうのは先ほど言った静的に割り当てるということで、静的にどのように割り当てるかというと、この、あるチャンクサイズで分割してスレッド0番から順番に0、1というような形で、割り当てていって、戻ったらまた全て割り当てた0番のスレッドに戻るというラウンドロビン方式で、割り当てるというのが、このスケジュールです。で N に2の、チャンクサイズを、まあ、指定できます。でまあ、さっきはこれすでに書かなかったんですけど、書かないと OpenMP パラレルとかで書かないとどういうふうになるかっていうと、スケジュールはスタティックっていうのがデフォルトで、チャンクサイズがループ長割るスレッド数に自動的になりますから、先ほどのようなデフォルトの均等に割った割り当てになるということです。でスタティックの意味はこれはさっきから言ってますけど、0123、0123という形でどんな処理だろうがこういうふうにラウンドローミンで絶対割り当てていくということでスタティックになります。でまあ、スタティックの欠点は、この各スレッドに割られた仕事量というのが、まあ、あらかじめ分かっているとこれで均等化できるんですけど、実行時にならないと、まあ、そもそもこの各仕事の量が分からないという場合に、これだと不均衡を起こす可能性があるわけですね。でそれで、まあ、一応用意されているのがダイナミックというやつで、ダイナミックにすると、ループをチャンクサイズでまず分割した後、その後に処理が終わったスレッドから早いもん勝ちで処理を割り当てるということが、できるようになります。まあ、こうダイナミックに変えるだけなんですけど、でこの場合は、まあ、この4スレッドの場合は最初は、まあ、チャンクサイズで0、1、2、3と割り当てるんですが、でこの時点で並列が終わった段階で、この場合はスレッド1番が先に終わったからスレッド1番が次のところを取りに行くというような形で、実行ごとに、まあ、この割り当ては変わるんですけども、処理が終わった状況状態スレッドから仕事を割り当てるということがこのスケジュールダイナミック N で、書くことができます。N には先ほどが言っているようにチャンクサイズというのを指定するようになります。まあ、大体このダイナミックというのを使うのが、まあ、最終的に負荷バランスを均等する場合によく使うものです。であと一つですね、まあこれもまあ場合によって使う場合があるかもしれませんけど、ガイジットというのがあって、これもダイナミックの範疇なんですけども、ループ長をチャンクサイズで分割しながら、徐々にチャンクサイズを小さくしながら処理が終了したスレッドから早いもの勝ちで、処理ループの処理を割り当てていくという方法があります。なので、これ処理が進むにつれて、どんどんこのチャンクサイズが小さくしていくので、まあ、こういうように適用するような処理は、このガイディットの方が早いことがあります。これも場合によっては、まあ、覚えておいてください。で、これ実際どう使うのかなんですが、まあ、例えばこういう例を考えましょう。まあ、フォートランでも C でもまあ同じ処理を書いてるんですけど、こういうループがあって、まあ、中側のループですね、これ J ループが関節参照の、まあ、なんて INDJ っていう配列で長さが決まると。でこの INDJ を決めるのは、ここでは実行時にならないとこの長さが決まらないという場合は、これは均等に分けてしまうと、負荷バランスが悪くなる恐れがあるので、ダイナミックを指定して、まあ、そのループを並列化してやる必要がある。まあ、その時にこのエンパレードゥを書いた後、スケジュールダイナミックとして、まあ、10とやるとチャンクサイズ10で、ダイナミックで、ここを、ループを、分割することができるということです。でここで注意はこれ10って書いてますけど、このチャンクサイズ10が最適あるかどうかは分かりませんから、当然これはいくつか試すチューニングパラメータになるんですけども、まあ、ダイナミックで、ここのサイズがまあバラバラだとしても、均等化することができる可能性がある、まあ、
スケジュールが指定できるという例です。で、まあ、先ほどから言ってますけども、チャンクサイズ自体が、まあ、性能に大きく影響を及ぼすと。で、チャンクサイズが小さいっていうのは、まあ、細かい状況で、割り当てられるんで、負荷バランスが良くなる反面ですね、システムのオーバーヘッドは多くなります。仕事を取っていくっていう部分が見えてくるので、システムオーバーヘッドが多くなるので、遅くなっていく。一方、チャンクサイズが大きすぎると、まあ、負荷バランスが当然悪くなるっていうデメリットがあるけど、システムのオーバーヘッドが小さくなるので、まあ、両者のトレードオフがあるので、チューニングポイントを、探すということが一般的な必要になります。ですので、まあ、チューニングのコストという意味では、まあ、ダイナミック等のスケジューリング指定すると、プログラミングのコストが、まあ、上がると言えます。あとダイナミックっていうのは、実行時に取りに行くから、そのシステムのオーバーヘッドが増えるわけで、まあ、スタティックのみで実装できれば、それに越したことはないわけですね。チャンクサイズを変えるだけで。なんで、できれば、実はダイナミックで、しないといけないと思った処理の中にも、よくよく調べると、事前に負荷バランスの、負荷分散状況が分かる場合があって、それが分かる場合は自分で事前にその調べ負荷バランスを調べた上でスタティックで書くと早くなるということがありますから、これも、まあ、自分の、アプリケーションに応じて、こういう実装をしてみて、でこれ具体的にどういう例かっていうと、これは素行列ベクトル積って言って、先ほどちょっとループに出てるんですけども、まあ、0を除いて、まあ、行列を表現したときに、その諸行列はベクトル積を、かけるという、まあ、基本的な演算の処理になります。で、これ何が問題かっていうとですね、この i のループが、このようになっていて、先ほどの例のように、まあ、長さが事前に分かんないわけですね。なので、これは、まあ、非ゼロ要素、1行あたりの非ゼロ要素数に依存するんですけど、その、諸行列の形態によると、まあ、ただしその諸行列自体が、事前に分かっていて形状が分かる場合は各行の諸行列の、まあ、0の要素の値を調べておいて、均等になるように、行を、自分で、まあ、分けとけばいいわけです、ね、そうするとこれダイナミックを使わずして、スタティックの、なおかつチャンクサイズも、固定にして、まあ、負荷バランスが良い実装ができるという例です。でこれも、先ほどの、まあ、リダクションのところで出たように、まあ、外は、回すスレッド数で、回す K っていうループを作っておいて、ここをパラレルにして、その負荷均等になるような、行の割り当てをこの K ボーダーっていうところにあらかじめ自分で入れておけば、スタティックなんだけども実際中身は、均等にして動かすという実装が、まあ、できます。でこれがまあ実際のところはダイナミックスケジューリングをしていないので、早いということになりますから、これも、まあ皆さんの持っているアプリケーションの特徴を見て、こういうような書き方をすることも検討すべき話になります。はい、で、まあ、いろいろ例を話しましたけど、一般的にさっきから何度も言ってますけど、OpenMP で書くときは、パラレル構文を使った単純なフォーループの、もしくはドゥーループの並列化に向いているような言語ですので、まあ、これで書けない場合、実際ちょっといろいろ性能問題も踏まえてあるんじゃないかというのは思った方がいいと。で、あとパラレル構文で書く場合でも、その補助指示文の書き方はプライベートを踏まえて、間違えるとその動かないばかりか、まあ、動かないっていうのが一番困るんですけども、そういうことになるので、注意するのが一番考えないといけないことです。これ何度も出てきますけど、こういうループがあって、パラレルドゥがあったときに、このパラレルドゥを書いて並列化が適用されるのはこの i の直近の i ループだけであって、かつこの i っていう変数のみが、まあ、何も宣言しなくてもプライベート変数になると。で中に書かれている j ループについては、j の変数も踏まえて、これはプライベートになりませんので、そのプライベートで自分で指定しないといけないということをしないといけない。で、当然ながらこういうテンプってありますけど、こういう変数自体も、プライベート宣言しないとダメですね。スレッド間同時に起こっちゃう。なんでこの辺を自分で書くっていうのが基本、プライベートの中に書くっていうのが基本ですから、注意してください。
で、でこれ分かると思いますけど、実際こんな簡単な、ループじゃないですから、アプリケーションは。すごい変数とかあるわけですね。そうするとプライベートの中に山ほど結構あります。2、3行とか100個ぐらい変数がある例って普通にこうで見たことあるんですけど、でもこれはそういうもんです。なので書かないと動かないっていうのが、でなおかつそのプライベートの中を書き間違えると、フォートラの場合は勝手に宣言されて、まあ、通ったつもりが実はプライベート宣言されてないってこともあるので、バグを生じやすいっていうのが実はかなりな厄介なところがあるっていうのも、まあ、覚えて、でこれもちょっといやそういうことが嫌なので、全部こうそれをなくすためにちょっとコーディングを頑張って逆に性能を落とした例っていうのがあったので紹介しておくと、まあ、嫌なのでこの、まあ、並列化する対象の中を、関数化して、で関数の中に全部引数としてですね、中で使う変数等を、引き渡して、並列化したという人がいましたと。でこうするとですね、OpenAP 的にはこの関数の引数っていうのは勝手にプライベートになる。なんでプライベートなんか書かなくてよくて嬉しかったんですが、これが実はすごい性能を引き落とす結果になったことがありました。っていうのはこれは引数が多いとそれなりに実は計算機の裏側で処理が増えてしまって、それって並列化するときにすごいオーバーヘッドになって、困ったということがありました。で結局これは待機変数化して絶対セット間でぶつからないように工夫してなんかやりましたけど、まあ、こういうふうに逃げるとかえってこう困った例があるんで、これもちょっと注意してみてください。当然最低限引き渡さないといけないものってのあるんですけど、やりすぎたらこれは困ったっていう例がありますので、これはもうあまり教えてないし、実際やってる人が何人いるか知らないですけど、実例としてあったという例です。でまとめる、何度も言ってますと、まとめると、OpenMP では宣言せずに使用する変数はすべて共有変数になって、まあ、普通共有変数だと考慮せずに並列化すると、逐次と結果は間違えます。で C の待機変数とか Fortran の訪問変数に相当するものはそのままで共有変数になるので、絶対スレッド間でぶつからないように自分で書かない限りは、逐次と結果が間違えます。でプライベート変数にしたい場合はスレッドプライベートを使うと、一番はプライベートかプライベート変数なのに待機的に使うことができます。でとは言ってもですね、まあ、多くのアプリケーションは外側ループをパラレル構文で並列化して、内部は何かの関数があってそこが並列化をして使うという例はありますから、まあこうやるのは普通でして、まあ、特にループ内で呼ばれる関数の中で宣言される変数というのはプライベートなのでここは気にしなくていいんですが、待機的に使う処理変数というのは当然あるわけで、そこはスレッド間で絶対ぶつからないような形で、実装しないといけないというのは注意して使ってください。で特に C だと若干フォートラインよりいいのは、まあ、外側をループをパラレルにした、あと内部の変数とかで、実は変数制限できたりするんですけど、その場合はその内部のループ内で書く変数制限自体はプライベートになるので、まあ、若干自分でプライベートで書かなくていいというメリットがフォートランに対してあるというのはまあ、ありますから、これは若干 C 言語のメリットかもしれないというところはまあ注意した。であとですね、これも最近いろいろ、まあ、また違ったケースも起こったんですが、さっき言ったOpenAP パラレルとプライベートで書く文が、まあ、普通教科書とかではこう書いてあるんですね。 OMP パラレルと書いたと、一文で書けると OMP パラレルプライベートで書いて、処理する、まあ、この2つ等価なんですが、実はコンパイラーによっては、こちらの方が早いことがありました。で最近実はこちらの方が早いことがありましたっていう、某富士通さんのコンパイラーこちらの方が早かったとかあるので、実はこれ同じ意味なんだけど速度が違うことがあるので注意してください。なので、まあ、私としては両方試してみて、どちらが早いかを分かった上で書いた方がいいんじゃないかという例があったりする。まあ、コンパイラーのバグ的なところもあるんですが、過去の経験から踏まえて、どちらかが早いと、コンパイラーごとに違うんですけど、ということがあったので、ひょっとしたらこういうところで性能を落としているかもしれないので、書き方自体をちょっと工夫するということが、必要になる例もあります。これも絶対どっかの本には書いてないんですけど、現状では起こっていることなので、注意。ただしですね、これちょっと誤解があるのは、こう、パラレルしたと do を分けて書く書き方は、ケースによっては OK で、この二重ループがあったときに、最内のループしか並列化ができないときに、まあ、一文で OMP パラレル do って書くよりかは、こう分けた方が早い
のは一般的に言えます。っていうのは、外で、スレッドの起動をかけておいて、中で本当に、まあ、スレッド並列化するんで、このスレッドの起動の手間がないという意味で、こちらの方が、まあ、一般的には早いだろうと思って、こういう場合はまあ問題ないんですけど、OMP パラレルと一文で書けるものをこう分けて書くのと、その一文で書くので速度が違うことがあるというのは、ちょっとここは問題の話なんで、まあ、注意して、こういう場合はまあいいです。内部の方しか並列化できない場合に、外側で、パラレルを指定して書くというのは、こちらの方がいいということは言えます。であともう一つ、これ、もう一回、しつこいようですから言いますけど、データ依存関係を壊してバグになる例で、自明じゃない例で、として間接干渉がある例っていうのがあります。で、これはさっき言いました、最初にも言ってましたけど、パラレルドゥプライベートでなんか、まあ、外のループを、並列化するんですが、まあ、J っていう間接干渉の部分があって、これは一般的にはこの、インデックスが、依存関係がないような分布であれば OK ですけど、場合によっては、依存関係があるんで、まあ、厳密に言うとここにクリティカルとかを入れて、ここの足し込みは、絶対スレッド間で1個になるようにしないと、まあ、正しいことは保証できませんよというふうになります。まあ、ただしこのクリティカルって入れると非常に重たい処理で性能はむちゃくちゃ悪くなりますので、まあ、とはいっても動かないよりマシなんでというところになります。でこれは実際よく起こる例なんで、じゃあ性能を出すためにはどうすればいいのかっていうと、これまあちょっと考えないと、まあ、一つはですね、クリティカル分よりもアトミックっていうのがあって、これはマシン語の命令的にこう絶対配達制御的にある、まあ、ものを使うと、ハードウェア命令をそのまま使う場合は早いというので、アトミック説を使うというのが一つの方法なんですが、まあ、そうは言ってもそれでも、スレッド数が増えてくると、性能低下が起きるというのは原理的に避けられないわけですね。まあ、そうするともう根本的にアルゴリズムを変える、クリティカルが必要な部分はアルゴリズムを変えるしかないと。で、まあ、考え方としては3つぐらいあって、1つは、もうスレッド内のアクセスのみに限定して、まあ、クリティカル、まあ、処理を外すような実装をもうするしかない。だからもう、まあ、アルゴリズムを変えて、まあ、絶対スレッド内で計算するような処理に変えてしまうというのが一番いいと。で、それがダメであれば、同時にスレッドのクリティカルに入るようなスレッドが少なくなるように何らかの間接干渉するようなデータを書き換えれるのであれば、そうしたいと思うが早いですね。全員が全員クリティカルに入ると、そこでもう、制御のための変数等のアクセスで処理がかかってしまうので、クリティカルに入る、同時に入るスレッド数が少なくなるようなことができるのであれば、データで工夫するというのも一つの方法。で最後はさっきのリダクションの例で示したように、もうスレッド間のアクセス分で、もう、クリティカルの分は逐次でやっちゃうっていうふうに分けるっていうのも一つの方法なんで、まあ、どれかにするしかないかなというところがありますので、実際こういうところで性能低下が起きる場合は個別に考える必要があります。で何度も言ってますけど、 OpenMP は単純なループを並列化することに向いているので、まあ、だんだん複雑な行動になっていくと、それはいろんな問題があって、まあ、そもそもアルゴリズムが並列に向いてないんじゃないかって話もあるんですが、もしくは、まあ、並列に向かないような複雑な行動になっていて、そのまま OpenMP にするには向いていないってことがあります。なので、それは行動の整理をするとか、並列化に向くような書き方を直した上で OpenMP 化しないと、そもそも性能が出ないかもしれない。そういう意味では、単純に OpenMP の指示を挟めばいいだけじゃないという処理が、こういうところでも、実際生じてきます。で実際の、まあ並列化するときにも、プライベート処理補助指示分にかかる変数の数が膨大になることは避けられないので、これは、まあ、ちゃんと、書くという処理が、必要になります。で、じゃあ、プライベート処理の、書かれているかどうかってどうチェックするのかっていうと、まあ、これもコンパイラーによるんですが、まあ、普通はエラーは出なくて、ワーニング出るだけで、まあ、並列化してしまうコンパイラーもありますし、中には、まあ、明らかにこれはダメだって場合は、そこでコンパイラーが止まるというコンパイラーもあって、まあ、それの方がまあいいんですけど、見直すことができるんで。まあ、でも原則その、ユーザーが並列化の責任がある以上を、コンパイラーが止まらなくても文句は言えないわけですね。わざわざそういうふうにユーザーが書いてあると信じて、コンパイラーは、出力、コードを作るということになります。
で仮に動いちゃうと出馬が大変になるんで、まあ、やるところは、まあ、コンパイラーによっては最適化情報を出すコンパイラーのオプションが絶対ありますから、それを見てどこが並列化したのかというのも1個ずつ見ていくしか最悪ないことになりますから、まあ、いろいろコンパイラーの、ワーニングで出るんですけども、並列化については、特にプライベート変数から必要なところについては、意図する並列化になっているのかというのをコンパイラーの出る、結果から見る必要があります。大抵はそのプライベート変数がないないとかシェアード変数がないないっていうのが出るようになってますから、それをまあ付き合わせてみるっていうのが、デバッグする際の近道だったりすることがあります。で、まあ、で最初に言いますけど、まあ、あとコースレッド時に性能が出ない場合っていうのがまああるよっていうのを、これとりあえずこれだけでも知っておくだけでもいいんですけど、なので240並列とかができるんですが、当然240並列には240倍にはならないわけで、そういう場合はどうするのかっていうと、いろいろ、まあアルゴリズムの変更を踏まえて、コードを書き直さないと、まあ、性能が出ないということになりますから、まあ、単純に言うと、もうOpenMP だけで、要求する性能が出ない場合は、ちょっと方針を考えないといけないと。で、そこでよくやるのは、まあOpenMP だけじゃなくて MPI を使うと若干道が開けると。というのは、MPI だとそもそも、まあ、OpenMP に関係せず、1ノードでも240スレッドまで、まあ、動くわけですね。それ性能がスケールするかもしれないし、この講義の後の方でいうハイブリッド OpenMP、MPI 並列化っていうものも、まあ、できるようになるわけですね。なので、例えば8スレッドまでしか OpenMP の性能が出ないんだったら、もう OpenMP は8スレッドまで使うっていうふうに固定して、あとは MPI の並列化を使う。そうすると一番性能がスケールする。ことがあるので、なのでみんな今ハイブリッドオープン MP MPI 化をしているということになります。なので、まあ、若干方向を考える必要がある、まあ、これ以上全能出したい場合はということになります。で、あとは、まあパラレル4以外で書けないものはどうするんだっていうのはありますけど、いろいろこう実は調べてみるとオープン MP も複雑な、処理のものがあるんですが、やはり私としてはあまり、OpenMP で書くにはもう向いてないんじゃないかなと思って、違う道に進むのか、まあ、もうちょっとちゃんと、パラレル4で書くように書き直す方を進めるということになって、なぜかというと、まあ、複雑な処理にする処理は OpenMP で書くより pthread とかもうちょっとネイティブなもので書いた方が書きやすいのが明らかなんで、まあ、この辺で方針転換した方がいいんじゃないかというふうに思います。なんで何度も言いますけど、OpenMP で書くためにはパラレル4で何とかできる、性能も出るっていうものが、まあ、向いているという経験的なところがあります。はい、じゃあ、まあ、プログラム実例を紹介していく、実例ってほどではないんですけど、まあ、教科書レベルでは出てくる話で、まあ、行列式みたいなのは非常に簡単で、まあ、この30ループですね、行列の式、はこの IJK で I っていうのは、まあ、行方向の、C でいうところの行方向は、これ並列性があるので、かつ中の式はこんな簡単な式で依存化がないので、外側にプラグマを MP パラレル4と書くだけで並列化ができてしまう。で、注意は、プライベートはこの JK のループの変数は、プライベート書かないとおかしくなるので、プライベート JK と書く。で、これで、まあ、並列化が終わりというのが簡単な例になります。で、これで、まあ、実際どのぐらい並列化が出るのかっていうのを、まあ、実際動かしてみると、面白いところであるので、これは、まあ、自習がやりたい方はいろいろやってみると面白いと。で、フォートランでもこんな感じ。で、まあ、いろいろあるんですが、もうちょっと別の話をしますと、あと OpenMP に関連する高速化技法で、ファーストタッチっていうのがありますので、これをちょっと話しておきますと、ファーストタッチって何かっていうと、このマルチコア計算機の中でも CCNUMA と言われるハードウェア向けのメモリ最適化手法で、まあ、CCNUMA って何かっていうと、メモリ間のアクセスが各 CPU で、まあ、違うようなハードウェア構成ですね。こう例えばこれ4つの CPU があって、近くにメモリがまあなんか個別についていると、それ以外はもうハードウェアで結線されて、まあ、共有メモリになっているんですけども、例えばプロセッサー CPU0 はメモリ0にアクセス早いんだけど、メモリ3にはアクセス遅いような計算機ですね。こういうような計算機においてファーストタッチっていう方法が使うと速くなることがあります。
で、これどうやってやるのかっていうと、それにファーストタッチの原理なんですが、獅子沼型のハードウェアでは、例えば配列 A とかを確保した場合に、カッコアで、まずその配列に初めてアクセスしたときに、カッコアに最も近いメモリに配列が置かれるという、処理がなされます。で、この原理を使って、本計算と同じデータアクセスパターン、これはすなわちループの OpenMP での回し方で、プログラム上最も最初に OpenMP の指示文を用いて消去化すると、原理的に CPU に最も近いメモリに、計算に必要な配列が置かれるということがされます。だから早くなるという原理です。で、ユーザーがやることは単に本計算と同じ計算を、あらかじめ回しておく。特に配列使うんであればゼロクリアとかを、OpenMP でしておくだけでいいんですけど、これでなんか早くなるという、まあ、嘘みたいな本当の話ではこういう話があります。まあ、これ例えば一例なんですが、まあ、こんなような、なんか行列ベクトル積があったときに、まあ、これだけやっちゃうと最初にデータが決まっていないんですけども、まあ、同じような配列のアクセスパターンで、0の値を入れてなんか初期化をしておこうと。0じゃなくてもいいんですけど、なんか初期化を同じようなループの回し方で書いておく。こうするとこちらの方でデータを使うときに、近くのメモリに配列 A マットとか B の値が置かれる、A とかが置かれるので、A マットで A っていうのが置かれるので、まあ、データアクセス時間が早くなって、結果的に全体の時間が早くなるという方法になります。これはフォートランでも C でもまあ同じです。でこれも実例があって、まあ、ちょっと今古くなってしまったんですが、昔東大に入って T2 系オープンスパコンでこのファーストタッチを、試す、で、CPU 自体は AMG クワッドコアオプテロンってやつで、これは4ソケット1コアあたり4コア計16コアの CC 沼のものでした。で、これが先ほど出てきます行列ベクトル積の演算ですね。数値計算でよく出てくる行列ベクトル積の演算を、まあ、ファーストタッチする。ファーストタッチというのは何度も言ってますが、この、ループの回し方で配列のバルとか、を初期化しておくわけですね。 Y とかを初期化しておくところをやった上でこの本計算をするという、ことをするだけで、これどれだけ速くなるのかというのを、測ったものです。で、結果はこれでして、これ横軸ちょっといろいろあって見にくいかもしれませんが、これは素行列の種類で、フロリダ大学の素行列コレクションというところから、いろんな素行列を集めてきたものを、並べている。で、こっち方向はギガフロップス値ですね。だから高いほどいいわけです。で、青いものはノーファーストタッチだから、ファーストタッチしてないもので、赤いものがファーストタッチをしたものです。で、見てもらうと分かるように、すべての状況で、行列で、ファーストタッチ効くわけじゃないんですけど、この辺ではかなり効いていて、大体3倍から 3.4 倍ファーストタッチするだけで速くなるということなので、まあ、こういうものでは非常に意味があるという、ものに技術になります。で、ちなみにこの行列ってどんなものかっていうと、この2つがまあ特徴的なものなんですけど、 SME3DA ってやつなんですが、これはまあ、行列の構造自体は非ゼロ要素が分布しているものなんですが、非常に配列サイズが小さくてキャッシュに乗っちゃうようなサイズなんですね。なので、ファーストタッチにより全ての最適化する、キャッシュに最適化するような置き方をすると性能が出ると。で、一般的には実はこっちの、配列行列の方がいいんですけど、いわゆる三重体化行列に近い、行列のものは、アクセスパターンが局所化するんで、ファーストタッチによって局所化されたデータを、あらかじめ置いておくと、こういう行列では、まあ、性能が出ると。いずれにしろこの行列の形状によって依存するんですが、効く場合がありますので、こういうことをしてみるというのを一つ高速化する方法になります。で、あとですね、この CC ヌーマのアーキテクチャじゃないとファーストタッチは意味がないです。で、特にですね、 K コンピューターとか FX10 は CC ヌーマじゃないですから、これでやっても原理的には速くならないはずです。他の理由で速くなったら別ですけど、ファーストタッチの状況で速くなるということはまずない。あとですね、CC ヌーマの計算機自体で使ってもですね、本当に速くなるかっていうと状況によるわけで、じゃあ数値計算ライブラリを使う場合は、ファーストタッチがそのままではできないことが予想されます。で、理由があって、まず配列データって普通数値計算の場合ユーザーが用意します。
でその場合にですね、配列データに何か値を入れて、その後数値計算ライブラリのサブルーチンを呼ぶんですが、数値計算ライブラリのサブルーチンの中での計算のパターンって普通分かんないので、ファーストの仕様がないっていう話があります、ね、だからまあ普通はできないで、実はここはいろいろ研究されていて、ファーストタッチっていうか CC ヌーマ用の、ヌーマフィニティっていうあの特別なインターフェースを用意してこれをすることをまあ提案しているのもあるんで、そういう、まあ、特別な API とか使えばできるんですけど、今のそのままだとこれ実はファーストタッチできないんで、何らかの工夫が必要です。例えば数値計算ライブラリ自体で配列を確保して初期化するみたいな API があって、それが本計算と同じアクセスパターンになっていれば、まあ、できるんですけど、一般的にはなかなか難しい。だから、自分でプログラムを持っている場合は、まあ、逆に言うとできるんですけど、自分で計算パターンが分かっているっていうところにちょっと注意したい。で、ここまでが、ざっくり、まあ、OpenMP の話です。で、まあ、ちょっと時間がありますので、ちょっと最近の話をしますと、最近ですね、OpenMP 4.0 というものが、まあ、仕様が決まってきていて、これが結構今後重要じゃないかなというところで、簡単に話しておきますと、何が違うのかというと、じゃあ GPU 対応がされたんですね。なので、これ OpenMP の Open Parallel 4で書きながら、GPU に仕事を送ることができるようになります。なので、これがあれば、OpenMP で並列化しておくと GPU でもそこの部分を動くということが、できるわけです。で、あとターゲット構文というのがあって、これは、GPU へのオフロードの指定を、まあ、この分で、まあ、行うことができるし、複数の、まあ、GPU を使う指定もできる。あと拡張としたシムド演算自体がシムド演算だっていう制限もあって、これやるとシムド演算が走るコンパイラーに直接使えて性能が良くなるというのと、さっき言ったヌーマンアフィニティです、スレッドコアの割り当ての指定もこういうブロックバインド説というのが出るので、より制御はしやすいものが提供されつつあります。ここではちょっと割愛しますけど、まあ、もし興味ある方は仕様自体はここに出ています。で、GPU 対応については、実は最近 OpenACC というものが出てきているので、こちら若干もうちょっと話そうと思いますけども、まあ、実はこの OpenACC とこの OpenMP 4.0 って、まあ、似たようなことができるので、まあ、どちらが流行るかわからないんですけど、候補として、まあ、挙げられます、今後。で、あと、じゃあここでは OpenACC ならちょっとしますと、まあ、ちょっとでもそんなに長くはしませんけど、今言ったOpenMP の記述ができると、OpenACC にも、まあ、移行が比較的簡単にできるという話です。で、これはですね、CPU を OpenMP のようにディレクティブで使うものが、まあ、OpenACC です。やることは、まあ、並列化の指定をこの OpenACC の記述形式で書くので、まあ、OpenMP とそんなに変わらないわけです。で、先ほど言ったように OpenMP 4.0 でも GPU が使えるようになるため、実は OpenACC が普及するのか OpenMP 4.0 が普及するのかよく分かりません。CPU によっていろいろ方向が違うんで、どっちを支援するかが違うんで、今のところちょっとどっちが普及するのか私も分からない状況です。で、まあ、先ほども言ってますけど、OpenMP 化されたプログラムは比較的簡単に OpenACC に書き換えられるので、まあ、そういう手間は、実は不要ですね。だから OpenMP のパラレル構文というのは OpenACC のカーネル構文というのか、パラレル構文、これはもう概念的にもパラレル同じなんですけど、それに書き換えるだけで動くので、書き換えの手間はそんなにないということが予想されます。で、まあ、違いはですね、OpenACC にしても OpenMP 4.0 にしてもですね、CPU のメモリから GPU のメモリ上にデータを移動するっていう手間が生じるんですね、GPU を使う。これをフローディングにするときに出る手間なんですが、そこのデータ移動を最小化するということを自分でしないと性能が悪くなります。だからここの記述がちょっと増えるだけです。なので OpenMP のように記述した上でデータ移動の最小化のところを工夫するような書き方をすると、まあ、おそらく性能が出るんではないかというのがこの OpenACC。で、これどう制御するのかというのはデータ構文というのが提供されていて、それで制御するというのが、まあ、やり方です。で、まあ、ちょっと話しますとですね、この、まあ、OpenMP みたいなには書くのは同じなんですけど、びっくりだら ACC などデータっていうのがあって、このデータ構文の中にどういう感じでデータが宣言されるのかというのを書くんですが、例えばコピーインって書くと CPU のメモから GPU に送るデータであるってことが、宣言できます。で、コピーアウトって書くと、デバイスメモリ、GPU のメモリから CPU に書き戻す処理であると。
と、クリエイトって書くとデバイスメモリにメモリを確保すると、まあ、プレゼントって書くともうすでにあるということが書けますから、これを駆使して書いた上で、まあ、あとは並列性は OpenMPI に書くというのが、OpenNCC の記述スタイルになると。でこれ一つ実例を、まあ、実例といってもまあ機械的なものなんですけど書きますと、まあ、外になんかいっぱい回るループがあると、まあ、数値計算でよくあるパターン。で中で、カーネル構文で、なんかこんなような計算があると。でこの場合にですね、何もデータ構文がないような処理だと何が起こるかっていうと、ここで使われる配列 A とか B、A ですね、A は、この、カーネル構文に入るたびごとにデバイスメモリにコピーされて、結果の B の掛け戻しというのが毎回起きます。でこちらでも、B を使って、A を使って B を、なんか定義するんですけど、この入るごとにこのデータの転送と掛け戻しというのが起きますから、まあ、このループが回るごとに、まあ、ある意味使い回せるはずのデータの移動というのが毎回起こるわけですね。で結果としてこうほとんどデータ転送の時間があって性能が出ないということが、まあ、起きます。なのでユーザーがやらないといけないことは、ここにデータ構文を使ってまずこのループに入る前に、まず A というのはまあ使うだけだからコピーインというのを使ってデータを転送しておくと。で B は、デバイスメモリ上でほぼ使うのでクリエイトというので、宣言しておくと。でこのループの中では、まあ、AB は実際ありますよというプレゼント宣言をして、おくとデバイスメモリ上の、データを使って計算をすると。でこちらも同じような形で、最後必要な時に実はコピーアウトで必要なところだけ出すというような処理をすると、データの CPU から GPU への移動、GPU から CPU への移動が、最低限になるので早くなると。まあ、このようなプログラミングがちょっと増えるということが予想。なのでまとめるとですね、OpenMP 4.0、OpenACC にしても、まあ、並列化のやり方っていうのは、データ依存のやり方をもとに OpenMP のように指定した上で、このような、GPU、CPU 間のデータ依存を最小限するような技術を加えるだけで、今後GPU が使えるようになっていくと予想されますので、てかもうこれも一部使えますので、こういう、延長として GPU を使うということも、今後非常に簡単にできるようになると思います。ざっと話しましたが、まあ、本課題は、まあ、MPI の教科書の人は、まあ、こういうものが、使えますし、先ほど、5月25日に出る本だと、これすべてが、AC 問題になってますので、興味ある方は、それをやってください。じゃあ、まあ、10分ぐらいありますので、これで、質問があるかと。はい、どうもありがとうございました。